そしたらそれを見たお客さんから現代版画美術全集に出てる石油と違うっていう指摘が来たんです。でこう詰まってんだよ こっちは確かに違うぞと。あ、本当だと。80年代を通じてヨーロッパの現代美術をバンバン日本に紹介したもう伝説的なギャラリーなんだよ。でそれをねやり取りしていく間に結構あれっていうことがいろいろあったんだって。あの時須内さんがなんか石油が2枚あるみたいな話をしてたなみたいなことを思っていた折も折、でそこにどうもこっちの石油が出るらしいという話を聞いて見に行って、で驚くんですよ。で実はこの偽作問題が出てくるきっかけになったのも須内徹さんなんだよ。須内さんが亡くなる年1987年に神奈川県の近代美術館、あそこで1930年代の版画家たちっていう展覧会が開かれた、はい、でそこにこの藤巻の石油が出品されたんですよ、うん、そしたらそれを見たお客さんから現代版画美術全集に出てる石油と違うっていう指摘が来たんで、ええと思って見てみたら、前回俺もちらっと見せたけど違うんだよ。確かに色の濃さの問題じゃないんだよ。色の濃さの問題はコピーのあれがあるから、一番大きく違うのはこっちの方が縦長い。あ、そもそもの比率が。でなぜ長いかというとここだよ、この道こう詰まってんだよ こっちは。確かに違うぞと。あ、本当だ、違うぞということを須内さんのところに連絡が来たわけですよ。で本当だみたいなこと。でその78年のね、あの遺作展を開いたあの観覧車の大谷さんのところにも連絡はしたんだって。大谷さんもその遺作展やるときに小野さんから、これも小野忠重さんから出てきた作品なんだけど、はい、小野さんから最初に来た写真ってこっちだったんだって。だけど実際に届いたのこっちだったんだって、うん、であれちょっとあれとは思ったんだけど、うん、版画の場合その別ステートってよくあるじゃない。もう作家自身がいろいろこう刷り直したり、あの変えてみたりとかして、うん、やるっていうのがあるから、まあ多分こういう別ステートがあって、うん、それは何らかの理由でなくなったんだろうと、うん、ぐらいに思ってたわけですよ、うん、でここでちょっとその大谷さんの話をしとかないといけない。この人はもうその大谷義久と観覧車というとヨゼフ・ボイスを初めて日本に紹介した人なんだよ、うん、それでその後80年代を通じてヨーロッパの現代美術をバンバン日本に紹介したもう伝説的なギャラリーなんだよ、うん、観覧車といえば。そうなんです。だから俺たちはみんな観覧車といえば何よりもヨーロッパ現代美術で知ってるんだよ、うん、逆にこの藤巻義雄の遺作展やったのが観覧車だったのって、逆にそれみんなびっくり、うん、びっくりみんなっていうか俺はびっくりしたんだよ、はい、そんなことやってたんだと思って、うん、そしたらその77年に大谷さんが独立して観覧車を開いた当初はその、まあ、何をやったらいいか分からなくて、日本 その溶接の画家たち展みたいなシリーズみたいなのをやってたんだって。若くして亡くなった作家のやつをやってて、でそれの第3弾として藤巻義雄っていうのを企画したんだって。でその時当然、まあ、じゃあ誰が藤巻に詳しいんだみたいな話になって、当然小野さんのとこに、あの行くわけですよ。だからうちにたくさんあるよみたいな話になって、で出して、ただ条件があるって言われて、はい、まず図録を作れと、うん、それから1点しか残ってない作品に関してはバラバラにならないようにどっか一括で収めてくれと。で3番目に故郷の館林に記念碑を作ってくれと。お、うん、結構な無茶ぶりを小野さんからの要望だったの。それでうわー、参ったなと思って、でそれをねやり取りしていく間に結構あれっていうことがいろいろあったんだって。
いろいろあったんだけど、まあ結果遺作展成功して、まあ、その図録のおかげで再評価っていうのも、うん、始まってプチブーム起きたし、それから一点物の一括に関しては、まあ、紆余曲折あったんだけど、最終的に国立近代美術館に一括納入できたんだよ。うん、よかったじゃんみたいな。うん、で、まあ、館林の記念碑もなんとか立ったんだよ。うん、だからもう結果往来ということで、よかったよかったになってたわけですよ。はい、うん、で1987年には砂内さん亡くなっちゃって、で1990年には小野さんも亡くなっちゃって、でずっと大谷さん自身はヨーロッパ現代美術にその間かかりきりだったから、あんまりもう考えなかったわけだよ、藤巻吉のこととか。ところがやっぱりそのバブル崩壊の煽り受けたのか、1993年に観覧車閉じちゃうんだよね。でちょうどその5年後ぐらい、1998年にまた神奈川県立近代美術館なんだけど、モボモガ展っていうのに藤巻芳雄のね、隅田川絵巻のね、後から出てきた一巻が出ますよっていう連絡があったんだって、はい、で見に行って、まあ、20年ぶりに藤巻芳雄と再会したわけだよ。それでそういえばあの時砂内さんがなんか石油が2枚あるみたいな話をしてたなみたいなことを思っていた折も折、その小野さんが亡くなった後、小野忠重版画館っていうのができたんだよ。はい、でそこで藤巻芳雄展やると、でそこにどうもこっちの石油が出るらしいという話を聞いて見に行って、で驚くんですよ。というのはさっきも言ったように一点物は一括のにしろって言ったでしょ、はい、でこれは一点物だって小野さん言ってたと、はい、だから大谷さんもてっきりこれは別ステートでなくなったもんだと思ってたら、うん、持ってたんかいみたいな、一点物ちゃうやんけみたいな、二点あるやんけみたいな、そうですよね、うん、ことでまず驚いたのと、はい、あとこれの現物を見たら良くないっていう、これはなんか良くないぞとこっちの方が絶対いいぞみたいなことで、これちょっと調べてみる必要あるんじゃないかっていうんで、大谷さんはもう一回本腰を入れて調べ始めたんですよ。というわけで山田五郎大人の教養講座をお送りしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。皆様の暮らしに潤いをというようなことで始められた番組っていうか YouTube らしいんでですね、皆さんの暮らしがちょっとでも潤ったなと、ちょっとでいいですよ、湿度にして 1% ぐらいとでも潤ったなと思われた方はですね、ぜひチャンネル登録をしていただけると我々の暮らしもちょっと潤うということなんでよろしくお願いいたします。